お主の作った武器にはニュルベス大陸も随分と苦しめられた。私に詫びろとでも言うつもり？いいや、お主は難しい性格をしておるが、本質的には実は人当たりが良い方なのだと思ってな。は、新しい力を誰かに受け入れさせるのはそれなりの交渉力を必要とする。お主の人格なくして帝国は短期間にあれほどの発展はできなかったのだろうと思ったのだ。随分と敵を褒めるのね。こちらには不器用が極まった末に10年以上不遇を囲った男がいたのでな。敵であっても見習うべきは見習うべしと思っただけだ。あ？時にお主とあのベランジェはどういう関係だ？ただの上司と部下よ。それが何？お主からはそれ以上の何かを感じたが。何をバカな。お主より長く生きる者からの忠告だ。次の機を決して逃すな。一度逃すと次に時が巡るのはいつになるか分からぬからだ。だから何でもないと言っているでしょ。何騒いでんだお前ら。何でもない。まったく。